ザラジオこんばんはバジャです6月20日木曜日9時になりましたこの番組4月から始めて3ヶ月目となるんですけれども今日ね初めて聞いてくださった方もいらっしゃると思うので改めてえバジャって誰なのってこの番組は何なのかということをね自己紹介がてらしたいと思いますバジャというのはあんまりどういう由来なのかは言えないんですけれどもニックネームです ポッドキャストという音声配信を2021年から勝手にねやっておりましてジャャパパンポッドキャススーーでベストパーソナリティ賞いいただいたただりしましまそこから日本放送の番組をさせていただいたりサイン放送では昨年末の生「生玉子番年末のね総集編というのに出させていただきました。 その流れで BSS ラジオでも午後はドキドキにね生出演をさせていただきましたそういうご縁から始まったんですけれどもそのきっかけとなった方からお便りをいただいておりますザ・ラジオネームかにさんですメールテーマ「三院」ということなんですけれどもばジャゃんのザ「ラジオ」にはメールテーマ「三院」というものはございません今募集しているメールテーマは「ここだから言える本音結婚相談所」になってるんですけれども メールテーマ3委員というのを勝手に作ったということで送っていただきましたザラジオネームカニさんです神奈川県にお住まいの30代女性の方です私は神奈川県に住んでいますが鳥取に暮らすおじいさんたちが更新するブログは3年近く覗き見していました皆さんが使っていたローカルサーバーが運営を停止してしまいもうブログを覗き見ることができないのが悲しいですしかし一人のおじいさん A がアメブロに引っ越しており 最近の近況を少し知ることができました急世したおじいさん B が飼っていた柴犬はおじいさん A が毎日ご好意で散歩をしてくれていたのですが最近もう一人散歩役を名乗り出てくれる方が見つかったそうです嬉しかったのでザラジリスナーの皆さんにご報告でしたということでご報告ありがとうございますきっとねザラジリスナーの皆さんももう大歓喜おじいさん A ありがとうということできっとね皆さん喜ばれているのではないでしょうか カニさんがね私のそのポッドキャスト番組の方にお便りを送ってくださいましてあのおじいさんのブログを見てましたでもサービスが終わっちゃって悲しいですってどうしたらいいでしょうかみたいなねお便りいただいたんですけど私に言われてもっていうところではあったんですがじゃあそこで参院の方ってどのくらい聞いてるんだろうって。 もしねいっぱい聞いてくださってるんだったら何か情報もあるんじゃないかなということで呼びかけたらいろいろ来まして「どら焼きドラマチックパークがあるよ」とかね「ねこういうところあるよ」っていういろんなことを教えていただいて楽しんでいたんですけどそこで3位放送の方がまさかのそのポッドキャスト番組聞いてくださっていて本当に渡米しませんかということでテレビ出演がね決まったわけです。ででああれよあれよよとザラジが決まったので カニさんなくしてこの番組はないというね、本当に恩人でございますこれからもカニさんメールテーマ参院で何か情報があり次第お送りくださいよろしくお願いいたします今日のザラジはメールテーマここだから言える本音参院にしか放送されていないから話せる本音をお寄せいただいていますそしてネオおばさんアンケート企画三十代突入記念 30代に突入した記念に何をしましたかアンケート結果を発表します後半はゲストと本音コーナーポッドキャスト番組漫画760の庭さんとさじまさんをお招きしてとある漫画について語っておりますそれではここで一曲お聞きいただきましょうテイラースウィフトでシェイクイットオフバジャのザラジオ改めましてこんばんはバジャーです え、普通おたいただいておりますありがとうございますザ・ラジオネームナムさんです数ヶ月に一度母を病院の定期検査に連れて行くのですが待ち時間が大変長くその間人間観察や妄想して時間をつぶしています病院で働く医師の女看護師の女医療事務の女が面白いようにタイプが違うため派閥間のいざこざ助け合い裏切りなど妄想するのが一番の楽しみです そんなある時栄養士の女と話す機会がありました物腰が柔らかくメイクや髪型も落ち着いており大変親しみやすいおそらく30代前半の女ですが胸のポケットからボールペンを取り出した瞬間私と母の目が合いましたボールペンに東京大学と書いてあったのです不意打ちです栄養士の女は完全にノーマークでした それ以降私の妄想は登場人物が増え一層深みを増すのでしたこのような品のない妄想ばかりしていますが医療関係の方には感謝してもしきれないくらいお世話になっていますこれも待ち時間の長さゆえどうかお許しいただけますと幸いですナムさんいつもありがとうございますあのナムさんのお住まいの地域って全然関東じゃないんですよだからこそさ東京大学ってえって妄想しがありますよね あれもしかして東京大学出身なのかしらとか付き合ってる方が東京大学出身の方なのかしらとか何にも関係ないけど東京大学のペン使ってるのかしらとかねいろいろ考えますよねこれナムさんボールペン東京大学を中心にさ短編小説書けそうじゃないですか是非妄想小説書いたら私にシェアしてくださいよろしくお願いいたします。実家にね日本銀行っっていうボールペンがあったんですよ でそのボールペンの中に千円札の細かく切られたものが入ってたんですよわざわざは聞かなかったんですよね親にねなんで日銀のボールペンうちにあるのって聞けばよかったんですけど皆さんどうですかねこのボールペンあると妄想しがいあるよねっていうなんでここのボールペン持ってるのっていう,こう強いワード東京大学日本銀行みたいななんかこれっていうのあったらぜひお送りください メールアドレスは vaja.bss.jp すべて小文字で vaja.bss.jp です SNS ではハッシュタグザラジすべてカタカナでハッシュタグザラジでご投稿ください BSS アプリからもメッセージお寄せいただけますそして BSS アプリからはバジャザラジというタグがありましてそこに撮影風景を毎週載せておりますのでぜひあこんな感じで撮ってたんだなという風うに見ていただければと思います バジャのザラジオではここだから言える本音、恋愛と結婚のお悩みを募集しています。歌や曲のリクエストも大歓迎。メールアドレスは vaja@bss.jp。すべて小文字で vaja@bss.jp までお寄せください。バジのザラジオ毎週木曜9時に集合しましょう。 続いてラジオネームシャインマスカットさんです埼玉県にお住まいの40代女性の方ですこんばんはひらがな魂さんの話を聞いてお便りしましたこれね何かと言いますと29歳の方でもうすぐ30歳になります 30代突入ということで私も何かしたいと何か記念のことをしたいんですけどどういうことがありますでしょうかというねお便りを以前いただきましてそれに対するお便りいただきました私も30歳で何か解禁しようと思いエステの契約をしに行きました失敗しても授業料と思い30万円を握りしめ テレビ CM もしているまあまあ有名なエステ店に行きました食事指導はためになったしサウナ的なもので汗をかいたりマッサージを受けて気持ちよかったりしたのでまあ満足です納得いかないものもたくさんあってこんなもんなんだなと大変勉強になりましたそこで学べたおかげで手頃なエステに行こうとはそれ以来一切思っていませんし広告を見ても心乱されませんやって良かったです ひらかな魂さんもぜひ何かにチャレンジして一つ大人になって清く正しく美しいねおばさんになってほしいと思いますちなみに30万円の他の使い道候補として銀座で本物のパールを買うパリに行くがありましたのでご紹介しておきますありがとうございますパールって大人な感じですよね長く使えるしねパリに行くもいいですね 一人旅っていうのもいいんじゃないでしょうかでパリもさ大人にならないとね行けない街だと思うので海外旅行もいいですよねシャインマスカットさんありがとうございますぜひ,ひひらがな魂さんご参考にしてください私の抱えている面白ネオバさんたちがインスタにもいらっしゃいましてインスタのストーリーでも募集してみました三十代に突入するという二十九歳の方のために三十代何しましたか 何か記念でしたことありますかということを募集したらねすごいいろいろ来ましたので抜粋してご紹介したいと思いますやっぱり初めてこれした系多いですねちょっといいものにチャレンジ系ですねまずそういうのから言ってみましょうかちょっといい日本酒を飲んだ自分のためにジュエリーを買った高価なバッグや時計を買ったカルティエのトリニティリングを買ったこれは末永く使えそうという理由だそうです そしてもう一人カルティエのシンプルな腕時計を買ったカルティエの時計はね結構 X の投稿でもありましてやっぱりシンプルで流行りなどに影響されないというのがあるんでしょうかね結構カルティエは人気っぽかったですねクリスチャンルブタンの靴を買ったこれもいいですねこれねルブタンの靴って10万円くらいするんですよで私もね一足持ってるんですけど買った時に店員さんに言われたのがこれは 外を歩く靴ではないって言われたんですよねなのでエレベーター乗らないでください階段歩かないでくださいもう外を歩くなというね靴でしたのであれ靴ってそうなんだってあ外を歩くものが靴だと思ってたけど靴ってそういうのもあるんだということを知りました10年で23回しか出番がないということでしたけど私もね買って2年くらいかな23年経つんですけど履いたのは23回しか本当にないですね。 ままでもいいい記念になると思います。ちょっといい指輪を買って内側にみそ地とこれアルファベットでみそ地です内側にみそ地と刻印をしようとしたら店員さんに止められたこれは私もちょっと止めたいですねよかったですね入れなくてね、まあ、こういうね何かこう買う系結構多かったです。次美容系。 行ってみます基礎化粧品のランクを上げたこれいいですねワンランク上げたっていうのもあると思うしアンチエイジングラインに行ったっていうのもあると思うんですけど結構金額もね変わってくるのでこう大人になったなっていう感じがあると思いますそして何通かあったんですけど初めて美容医療をしてシミを消したシミをね消したっていう方とても多かったですねいいろろあるんんだとと思うでですけど結構レーザーザかでね。 ほくろととかかかシミとかって取れるじゃないですかだからそういうことを初めてしたっていう方結構いらっしゃいましたね美容っていうのかちょっとわからないんですけどアーユルベーダのシロダーラをしたチャクラが開いたっていうのもありましたねじゃあ次は体験系いってみましょうかディズニーランドもちょうど30周年の時だったので初めてディズニーランドに行きました。一人海外旅行 アメリカ横断記念に空でも飛ぶかということでパラグライダーをしたこれもいい経験ですね茶道着付け和の習い事を始めた大人にならないとなかなかねじっくりできない習い事だと思いますいいホテルに一泊いいですねこれもね自分のためにっていうのであとこれもいいねロングヘアをバッサリ切ってボブにした大人ボブ私もこれちょっと、ね、やりたいんですよね イメージチェンジいいですね健康面っていうのもありまして胃カメラをした眼検診を片っ端からした三十代になったということでやっぱり節目ですからね一回体を調べとこうっていうのいいことだと思いますいいですねこの健康にお金使うっていうのはいいですねこっから参考になるのかなっていうことなんですけれどもでも何通かあったのが LINE を消して人間関係のリセット 人間関係の断捨離っていうのはね何人かいらっしゃいましたねここからは本当に大切な人と生きようというね覚悟かもしれませんねで覚悟で言うとねもう一言来てました覚悟30代になって覚悟を決めろともう大人の女だということで覚悟でしょうか覚悟一言これもかっこいいなと思いました 最後になりますがなかなか誰もができることじゃないけどこれ一番いいんじゃないっていうのがありまして私これを一番推したいと思います地方競馬でまるまるちゃんみそじ記念杯という競馬レースをされましたこんなことできるんですねひらがな魂杯どうでしょうかひらがな魂さんできますでしょうかこれねお金どんくらいかかるんだろうとかちょっと私わからないんですけどすごくいい記念になりますよね いやバジャー記念杯もやりたいですもんこれ書いてくださった方私誰か存じておりますがぜひねどのような経緯でこういうふうに記念杯というのができるのかを教えてほしいと思います。こんな感じでにになっったたたた時に何ををししかかてていいうのを皆様から教えていただきましたえ中にはね何もしなくていいよってそのうち自分の年齢もすぐに分かんなくなるからねっていう方もいらっしゃいましたがまあ何かしたいってことなので 今ねあげたいろいろこう自分にとってのご褒美といったような30年お疲れみたいな記念になることいかがでしょうかそしてこの中で一番グッときたこうやってみたいっていうものをぜひね教えてくださいということでね40代になる時はっていうことでまた募集してみましたので来週皆様にまたご報告しようと思いますのでこういうことをしたよとかこういうことをしたいよっていう方いらっしゃいましたらぜひ vaja.bs.jp までお送りください バジャのザラジオここだから言える本音参院にしか放送されてないからこそ言える本音を送っていただいておりますザラジネームがねこれ本当にザラジネームでいいのかなっていうちょっと危ういというか身バレとか大丈夫かなって思うところがあるのでちょっと私が勝手にザラジネームつけました ザラジネームラグジュアリーホテルさんですこれはご本人がね聞いたらわかると思いますあ,ありがとうございますと思ってくださってると思いますここだから言える本音私の家は母子家庭で三人兄弟がおります大黒柱だった母親が脳梗塞で倒れて以降母の介護と離婚した父が置き去りにした母おばあさまということですねのお世話をしながら正社員で働いております 母が倒れた当初私27歳弟22歳妹20歳この方は今は30歳ということなので3年前のことですね頼れる親戚もおらず元父に連絡すると怒られる始末それでもなんとか乗り越えて私がフルタイム正社員で働きながら介護のプロジェクトリーダーとしてやってきましたここからが普段周囲に行っていない本音ですが 私は結婚や出産よりも前に介護が先に来て、かつ頼れる大人や親戚がいない中で日々生きていますが、自分で選んだ結婚や出産なのに日々文句や愚痴を言っている人を見ると、性格が悪いですが、どうしてもどうしてももやっとしてしまいます。もちろんいろんな大変なことがあるので、結婚前には想像していなかった苦労があるのもわかります。ただ、自分で選んでもいない母子家庭に生まれ、自分が選んだわけでもない介護をしながら、 なんとか前向きに働いていると、多分羨ましいんだと思います。私は16歳から28歳まで、12年交際した彼と婚約間近でしたが、介護があり、彼があちらの家を継ぐこともあり、私が介護をしていると、あちらの両親の事業にも都合が悪いので別れて、彼は別の女性と結婚しました。今は将来の自分自身を助けてあげるため、今の自分自身を幸せにするため、 いろいろと両立して働いています。新機臭い話で申し訳ございません。ここからが一番伝えたいことですが、バジャさんが一人でも力強く活躍の場をどんどん広げていることに非常に胸を打たれています。肩の力を抜きつつ、想像力豊かで面白くて、チャレンジ精神があって本当に本当に大好きです。ずっと応援しています。ありがとうございます。ここにでしかね話せないお話をしてくださってありがとうございます。 ここういううういいさ本音こうやっっっててて思思のすごい私はわかるなって思うんですよ。でももしかしたらこれ聞いたねご自身で結婚を選んで出産した方がちょっとチクッとしたりグサッとしたりとかなんでそんなこと言われなきゃいけないんだろうって思うかもしれないんだけどでもこうやって思う方っていうのもさ実際にいてさいろんな人の本音を聞かないと結局何にも変わらないと思うんですよね。 私さこのお便り読んでさ本当にラグジュアリーホテルさんがこんなに全部抱えなきゃいけないのってまず思ったんですそのラグジュアリーホテルさんのお母さんもそうだよね離婚した父のさ置き去りにしたお母さんだから自分のお姑さんだよねのお世話ってさえなんで離婚したのにって思う私はねでも。 ご家族の関係性とか分かんないから離婚したけど自分にとっては本当に大切なお母さんと思ってるっていうのかもしれないしもう仕方なくやってるかもしれないし分かんないんだけどさなんとかできる方法もあったんじゃないかなってナグジュアリーホテルさんがお仕事の負担が増えたりとか結婚しようと思ってた人と結婚できなくなったりとかってさそういう風にならないでなんとかなったんじゃないかなって私は思うんですよね。 でももしかしたらラグジュアリーホテルさんは自分で選んだのかもしれないからそれならいいんですよ。行政に頼るとかしないで自分のお母さんだから自分でしたいって思ったのかもしれないけどでもやっぱりさところどころでさ頼れる人がいなかったっていうね一人で頑張ってんだなってすごい伝わってきて仕事もしなきゃいけないし介護もしなきゃいけないし自分の幸せはもう全然こう考える余裕なんてなくてもうとにかく。 やらななきゃいけないけことがね自分が選んだんじゃないけどやらなきゃいけないことがあったんだと思うんですよね。で家事もしなきゃいけないじゃん。ご飯を作ったり掃除したり洗濯したりしてフルタイムで正社員で働いて介護してって20代でさ遊んでる人とかさ婚活してる人とか羨ましく思いますよね。でも私ができることって本当にさこのお便りを読むことしかできないんだけどなんかあるんじゃないのって 思うんですでないんだったらなんかしてもらっていいんじゃないのって思うんですけどどうなんでしょう私も全然詳しくないんですけどラグジュアリーホテルさんが一人で抱えるには大変すぎると思うのでどっかに頼れるところあるんじゃないかなって思うんですよねいろいろ調べた結果、まあ、こうなってるのかもしれないんだけどもしねお聞きくださってるリスナーさんの中でえこういう方法あるよとかこういうことできるよとか 力になってくださる方いらっしゃると思いますのでもしいらっしゃったら vaja.bss.jp までお送りください、まあ、こんな大変な中私のことを、ね、応援してくださって本当に嬉しいんですけれどもザラジオを聞いてくださっている方にはね幸せになってほしいし、まあ、私も本音で話したいしみんなも本音で話してほしいし もしかしたらムカつかれることとかいろいろあるかもしれないけどもうたださ「ラグジュアリーホテルさんすごい大変ですね頑張ってますねこれからも頑張ってください」みたいなラジオ番組にはしたくないんだよねだからもしラグジュアリーホテルさんがこうやってこう普段言えないことをちょっとこうね言えたっていうか気持ちが発散できたらいいなって思いな思ますでも私それだけじゃねちょっと私はね足りないわ。もううちちょっっとと何かしてあげたいっ思っちゃう だから私はこうやって情報提供を呼びかけるしかないんだけどなんか助けてよって思いますラグジュアリーホテルさんを助ける何かをぜひ教えてくださいでラグジュアリーホテルさんもちょっと頼ろうもうさ親戚とかじゃなくてもいいんだからさどっかに頼りましょうそれで自分の幸せも絶対に追求して楽しいことしたり遊んだり休んだりしておください申し訳なく思ったりとかする必要ないと思うんで。 これからね30歳になって30代になったということなのでなんかご褒美も自分に与えつつ楽しく生きていけるようにちょっと私もできることほんとないんですけど何か情報来たら。 ラジオでねまた発表しますので少しねいい方向に向かえるようにしていきましょう皆さん楽しく生きてそうに見えてもいろんなことを抱えてると思います、まあ、何かザラジでお話しできることがあれば話していきますので vaja.bss.jp までお送りくださいそれでは1曲お聴きいただきましょう。松本英子でスコール ザラジオ。ここからはゲストと本音のコーナーですこのコーナーでは毎回様々なジャンルで活躍するゲストを招きし本音でトークをしていこうというコーナーです本日のゲストはポッドキャスト番組漫画760さじまさんとにわさんですそれではお聞きくださいポッドキャスト番組漫画760よりさじまさんとにわさんですよろしくお願いしますよろしくお願いします 今回は、まあ、お二人いつもねポッドキャスト番組でいろんな漫画について語ってきたと思うんですがもう4年目ですよね5年目かな5年目になるのか5年目に入るのか、はいうね、もうさんざん語ってきたと思うんですけど、はい、どうですか、はい、どうですか <laughs> 作品もうそろそろもうないなってところはないですか <laughs> いや漫画無限に出てくるんでそうですね<ー>全然読めてないやつむしろ多いって感じでですすねねそそううですね。<ー> じゃあコンテンテツには困らないんですすねね全くく困ってないです、ね、ありがたくも、うん、今回はねせっかくなのでせっかくこの「三院」でしか放送されないのでお二人の番組では取り上げなさそうだなっていう漫画を3人で一緒に読みまして、うんはい、その感想をね語り合おうという回なんですけれども、はいはい、その漫画は「セーラームーン」です。 <laughs> しかも、ゴリゴリの初期のセーラームーンです。ねなので私がね小学生の時に読んでたんですよ、私、リボン派だったんですけど、セーラームーンのためだけに仲良しを買ってたので、よく覚えてるんですけど、本当に小学校低学年くらいの時に始まったような記憶がありますね連載でで終えててたってことですよね。 そう連載で持ってました。すえー、すごいそれ。めっちゃいいな。なんかねたまにね何も進まなかったみたいな時だからね。<laughs> <laughs> ありがちじゃないですか,、まあ、か漫画で。ね、で毎月毎月そのもうね。 発売日の前日になぜか売ってる本屋さんとかを見つけてあああありまあれ何な,なんですかね前日に <laughs> 確かに漫画とかゲームとかもね発売日の前の日になぜか売ってくれるみたいな、うんね、そう今でもありますね ありますか?あ<ー>。あります、あります、置いてあります、ね。にょそそれ大丈夫、言っていいやつなんですか燃えたりせえへん。僕悪いわけちゃうから。<laughs> 僕がやってるわけじゃない、<ー>置いてあるなと思った。<laughs> そのくらいに私はセーラームーンをね、小学生時代楽しんでいたんですけど、本当に久しぶり、何十年ぶりかに読んで。ま <laughs>、うん、あ、こんなんだったっけと思いながら読んでたんですけど。なんとね、佐島さんが恋愛ものが苦手というか、<laughs> 恋愛漫画を。 こう楽しめないいっていうね楽しみ方がわからないっていうことを聞いたのでじゃあただの恋愛漫画よりも何か戦闘ものとか何かが要素が加わってる方が読みやすいってね田、うん、島さんがおっしゃってたことで「セーラームーン」になったわけなんですけどいや <laughs> でも馬さんのこのチョイスめちゃくちゃ良くて <laughs>、はい、本当<ー>、はい、僕あの恋愛ものすごいんてうかこう入り込めないタイプなんですけど。 めちゃくちゃ限られたジャンルはいけるんですよそのうちの一つがなんか恋愛かける s f のやつめちゃくちゃ好きで僕 <laughs> なかなか私はピンとこないですけど<ー>あるんですね <laughs> <laughs> そうなんかねあの愛の話のスケールがでかいやつめちゃ好きなんですよはい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 ーはい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 ロンっはい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 たいは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 い そすごいこうまあ男女の恋愛の話がありつつそのでも恋愛をこう世界が阻むみたいな<ー>この世界ではその恋は叶わないんだよみたいな感じの設定がめちゃくちゃ好きで、はい、じゃあセーラームーンはすごいピッしリセーラームー,ンーンをそういう視線で見るっていう方はなかなかいないかもしれないですけど。<laughs> <laughs> いやこれめちゃくちゃ良かったっすよ、に本当に、おお、かったー、ばあちゃんさんすげえと思いながら読んでました、<laughs> 僕、<laughs> いや、よかったわ、こう僕が恋愛ものの話しても、うん、なんかその付き合うまでの楽しみとか、うん、あんまり分からんねんなみたいなことを、よく佐さな、はい、付きあってから教えてみたいなことも、平気で、<laughs> <う>平気で言っちゃうんですよね、僕は、デリカシーがないから。そうそうそう そうちょっとねなんかえそこを楽しいサイの少女漫画はやっぱり両思面なるまでがねセーラームーンもその手前が結構このまあ僕らが読んだダークキングダム編だと付き合うっていうのはちょっと変ですけどまあ結ばれるまでの話じゃないですか結構でもそこで乗り越える障害がなんか前世の話だったりとかなんか国と国とのいさかいの合間でみたいな。 とかそういうのめちゃくちゃ好きなんで古典でいうともしかしたらロミオとジュリエットめっちゃ好きなのかもしれんって思いましたああ障害のある恋ねそうですそうですそういう意味ではねだって月と地球だからね前世からのそうなんですめちゃくちゃスケールでかい話なんやこれと思って知らなかったんですよねそれをなああなるほどなるほど確かにビジュアルとかはもちろん知ってたしセーラー戦士たちが戦うっていうのも知ってたけど うん,うん、なんかちゃんとこう前世があって、うん、でその因果でこう今世でも戦ってるみたいなであの千葉守君とのこう結ばれるのかな、はい、結ばれないのかみたいなのもちゃんと前世がベースとしてあったみたいなのは全然知らなかったんで私ねその小学生の時読んでたきり、うん、今なので。 今再び読んで設定中二なんだっていうのでちょっと引いてしまったところが今回ありました <laughs> 中学生ね中二、ね、で突然さ、うん、あんなキスできるって思ったんですよ。<laughs> <laughs> 鋭い,、はい、いやー確かにね、うん、12の頃何やってたやろうって思い返すとなんかほんまろくなことやってへんかった気がしますねで少女漫画だともうキスするまでに本当にいろんなことをするわけですよいろいろこう悩んだりとかはい、はい、なのにセーラームーンって突然じゃないですか,かそこは佐島さんにとってはよかったかもしれないですねその間の間 いろんなこう心の葛藤とか結構すっとばしてるので <laughs>、うん、<laughs> 結ばれるんやったら結ばれてくれみたいな、ね、そうそう。あ,のあんまりね努力もせずにねよく会えるし、たまたまばったり会えるし。まあそういう運命ですからね。そう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 。<laughs> まあ運命だからね。 でまあ前世があったりプリンセスだったりとか結構その女の子が憧れる要素がすごい詰まってるなって今改めて思ったんですけど、うん、あとで最初の謎の変身あの CA とかナースとかに変身するのってなんかあこんな設定あったっけって思ったんですよね潜入するために変装するっていうで,でも本当にコスプレなだけで戦いにはうまくね採用されないっていう <laughs> そこもやっぱり子供時代は。 そこもきっ良か「カードキャプターさくら」とかも僕ちょっとだけしか読んでないんですけど、はい、毎回こう衣装変わったりとかするんですけどん,なんかそういうのはお約束みたいなのであったんかなとか思いながらちょっと読んで確かにあの時代、ね、すいか華やかでいいなっって思って思ましたね。で私はいっぱいおもちゃ持ってたんですけどやっぱりいろいろこうステッキだったりんかこうこう胸につける何かだったりとかうん、うん、石を入れると光るみたいな。 いいっぱい持っぱ持てましたコンパクトみたいなやつとかおもちゃを購入させる戦略のために入れたのかなとかねうが <laughs> った見方をしてしまいましたね <laughs> 大人になると <laughs> いやでもこれ「セーラームーン」読むと確かになんかまティアラとか,、はい、なんかああいうの欲しくなる気持ちすげえわかるなと思いまそうアクセサリー系、うん、だって変身のポーズとかやってましたもん <laughs> さんどうでしたセーラームーンいや僕いやも,もちろんめちゃめちゃ楽しんで読んでたんですけど、うん、結構衝撃があって「セーラームーン」っていう作品はもちろんなんとなく知ってて、うん、ファンンタジジーーロマンスななんんかなっててイメージしてたでですよう,ん、うん、でうさぎちゃんも「うわいけない遅刻しちゃう!」みたいな感じから始まって、うん、あすごいなんか可愛らしい感じで始まるんやと。<laughs> って思ってたんですけど、はい、あの作品内の。 こう攻撃とかが思ってたり容赦ないなと思ってああ確かに確かにこうセーラームーにいきなり変身して、うん、一番最初の敵かな、うん、を倒すときにティアラを投げるんですかね、うん、えー、ムーンティアラブーメラン、うん、って言ってえいって投げたらその相手の敵の首がバーンって吹っ飛んでて <laughs> 確か<に>思ったよりすごい描写があるやなっていうのがまず衝撃でした、ね、<laughs> 確かにそれ子供の時は気づかなかったですねそこまでは グロいいななとかかう感想はなかったですねそれよりもね「ティアラだ」みたいな。そそうそう,そうあうかわいいとか、うん、こうキラキラしてるっていう印象が強いんかなと思ったんですけど、うん、結構その敵とのやり取りは容赦ないなと思って。確かにね なんか敵も怖くなかったっすか。すっごい怖いですよね。と、うん、人間が溶けるみたいな。あ、うん、<え>そう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 。絵りましたもんねえ。これ同じ絵柄なんこれみたいな。<laughs> そうあのだって普段のうさぎちゃんの時は丸文字のね手書きの字でいやーんとか書いてあるのに、うん、その次こうなるんだって思うと結構ねすごいですよね。いやそうなんです。よねそこは確かに何かちゃんと戦ってるんやなって感じがすごいしましたね。 そうですねそういう意味ではやっぱり男性とかも入っていける部分はあるんですかね<ー>、うん、そうですね、まあ、バトルで今まで多分僕がたくさん呼んできてたのって確かに激しい描写もあるんですけど、うん、敵やったけどでも最後は助けてあげたいとかっていう描写をよく呼んできた気がするんですけど、うん、結構セーラームーンに関してはこう敵はしっかり倒すみたいな感じがあるなっていう違いは感じましたね。うん いや、庭さんでも四天王、四天王おったやん、ちゃんと。お、いや、四天王おった、じゃ。なかへんかった、庭さん、あそこで。えと、四天王の、四天王ね、ずっと悪の四天王、悪の四天王と言われて。ずっとこう敵として出てきてたけど。実はその心の中というか。は、なんか悪ではなくて、ま千葉守。に。なんか使えてた、四人やった。 マスターに使えてた4人やったっていうのが分かってさエンディミオン様の胸の中にこう、うん、宝石として入っててあれでこう、ね、剣をね防いだみたいで,、うん、で実は千葉守は生きてたみたいな時にさ「マスターようやく守れましたね」みたいなさめちゃくちゃゃく泣いたよあそさ佐島さん感受性が豊か。<laughs> えー まあ確かそう感動するとこではあったしそうそうそうそれはそうなんやけどやっつける時は完全にやっつけきるんやなっていうふうにやっぱ思うて前の方ああ、うん、悪い本当に悪い方は悪い方ね確かにそう点の王もいっはみんなこう攻撃して灰とかしてるんでそこはなんか結構激しい描写があるやなっていう衝撃はありましたね2人目なんか胴体真っ二つにされてましたよねそうそうそう確かに容赦ないなと思いましたね <laughs> <laughs> そうそうセーラーマーズとかも「悪霊退散」って言ってめっちゃ焼き払ってたりし <laughs> て「<laughs> セーラームーン」で「悪霊退散」っていうワード出てくんねやってすげえ思いましたたあと私もう一点気付いたのがうん、うん、30年以上前の漫画なのに例えばゲームセンターでゲームをしていたら実はそれが攻撃の仕方を教えてたとかすごいこう、うん、ネットに通ずる 今のネットとかだったら分かるんだけど<ー>だってそんなえどうやって繋がってんのとか思うわけじゃないですか今だったらさ実は月から私が操作してたんですよとかやってもあなんかネット繋がってたのかなとか思うんですけどかか <laughs> かななとかじゃないのにとか <laughs> 月からそういうねテクノロジーみたいなのが当時ないはずなのにうん、うん、今見ても分かるっていうか。 うんうん、しっくりくるのがすごいなと思いましたギリギリあったんですかねなんかアミちゃんとかもコンピューターみたいな使ってませんでした、うん、そう<ー><か>いやあの時ないないあの時って本当にエンジニアみたいな私もね近所の友達のお父さんがエンジニアだったんですけどすごい大きいパソコンがあってそこでなんかまあちょっとしたゲームできるくらいでしたよはい,はい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 。アミちゃんすげーやプロの人しか使ってないような 時代だったと思うので、うん、そこで中二のねアミちゃんがねパソコンを使いこなしてるってのがすごい <laughs> 今となっては普通の描写だけど当時は確かに多分私子供の頃それ見ても,もうそれがパソコンだって分かんなかったかもしれないですああだからアミちゃんお金持ちっていう設定あったんですかね、うん そうかも金持ってないとあんなパソコン買えないからダイヤモンドを砕かれても平気なおちのねそうそうそうあと大理石傷ついても全然大丈夫だよって金持ちになってもそこはなんか気にすると思うなと思ったけど思いながらそれはやっぱでも我々レベルの話なんでそうそうそうあ美ちゃんレベルになるとああなるんかな あと女の子はね、自分だったらセーラーなんだろうって思うんですよ。はいはいはいやっぱその年頃によって人気のキャラがいるんですけど、うん、お二人は自分だったらセーラー何にやりたかったですか？<laughs> <laughs> 自分はこのタイプだなみたいなありますか？佐島さんどうですか？僕はなんかもう完全にバトル目線なんですけど、はい、セーラーマーズがやっぱり火使いたいっていうのが一番。 あるかもしれないのと多分唯一ヒール履いてますよねあそうですねヒールですねみんなちょっと高めの靴履いてるんですけどヒールはセーラーマーズですよねでもさ中二ですよ確かに確かにヒール履いてみたいなっていうのでセーラーマーズか履く機会ないじゃないですか僕と庭さんとかです まあまあまあ、ね、履こうと思ったら履けますけど、まあそうねうん、うん、きっかけはないねうん、うん。だからセーラーマーズなんかすごいいいなと思ってましたね。あニワさんは？僕はね、まあなりたいというかまあ好きなキャラになると思うんですけど、はいうん、やっぱセーラージュピターがよくて。ああ<ー>、お<ー>いいね。いいね。僕はあの自分の体がどっちかというと身長低い方なんですよ。 でジュピターは高身長で、まあ、ちょっとそれに憧れるっていうのもありますしうん、うん、怪力でで雷電を操るってめちゃくちゃゃゃくかいいいじゃないですか <laughs> 確かに「雷もかっこいいねんなうんシュープリームサンダー」みたいなの売ってましたけど <laughs> う<ん>それが戦闘スタイルがまずかっこいいなっていうのが一つあったのとうん、うん、失恋で転校してきたと見せかけて「うん 風が私をここへ連れてきたんだ <laughs> みたいなこと言っててめっちゃ渋かったなあれ <laughs> えぇと思ってこう中<ー>中学生やんなかっけぇってなって中2で失恋して <laughs> 一人暮らしをアザブでやってるんですよどういう設定って思いません港区アザブですよこれ港区なんですよねそう知らんかったけど僕も読むまでやっぱ大人になってアザブのこととかしちゃうとえこの設定ってちょっとドキッとしちゃいますよね子供の頃は本当に何とも思わなかったですけどえ一人暮らし失恋でって当時って住みやすかったんですかねその家賃的な意味であそこら辺って今は 麻布十番って駅ができましたけど駅とかがなかったのでこう芸能人とかセレブの方が庶民が電車で来れないということで結構街にこう住んだりもともと高級住宅街ですからそこに住んだり飲んだり遊んだりされてたんですよねはいはいはいだから当時からもう考えても麻布ってなると思います大人が読むとえって一人暮らしの時点ですごいのに あざぶでっていうことですねそうそうさらにねだからもしかしてアミちゃんよりお金持ちなんじゃないかっていう説が <laughs> <laughs> あと謎なこう料理もねうまいっていう確かにでに炊き込みご飯よかったなそう最初いきなり炊き込みご飯じゃないですか 1> 1なのにね口ぶりは結構ヤンキー風でそこのギャップですかね そうですね、ポイントは <laughs> ちょっと憧れるかっこいいキャラではやっぱありましたね <laughs>、うん、確かに姉御肌ですよねそうそうそうちなみにバジャさんは誰になりたいんですか昔はビジュアルがセーラー・ヴィーナスが好きだったんですよおお、はいはい、今はやっぱ私はマーキュリーかなーお<ー>お綺麗に分かれたななんでマーキュリーがいいんですか なんか社会性がありそう <laughs> 自然が急に大人になってる <laughs> 全然なんかセーラー戦士関係あるんかないかわからんくなったな <laughs> 社会性ももしね自分がなったとして,、まあ、だってセーラー戦士って何歳までできるって話じゃないですか <laughs> ちゃんと引退のことっていうか<ご>い <laughs> 出口まで考えないとねだって医者目指してるわけだから<ー>まあ医者になるんでしょうから今ででは人間として生きるわけですからそれを考えるとまあマーキュリーが人生設計が立ちやすいかないかセカンドセカンドキャリアを考えるとね <laughs> 違,う違う違うそれはマーキュリーになりたいんじゃなくて亜美ちゃんになりたいあっそうだでもセーラー・マーキュリーも含めての亜美ちゃんですから ああそ,ううそうですねそうですね、うん、あのそれで言うと僕も将来は安泰かもしれないセーラーマーズになったら神社を神社運営でもほら近所の人からさいろいろ言われてたじゃないですか <laughs> 確かに。<laughs> ああいう人とうまくやっていけなそうな感じするし僕うるせえって言っちゃいそうな気するし、うん、神社もさ大変かもしれないから、うん、いろいろねお賽銭とか、うん、ああいう人たち来たらなんかフォボスディモスやっておしまいって言いそうやもん、ね、や <laughs> フォボスディモスあでもあの二匹使えるのは強いないそうなんですよあの二匹熱いっすよね猫とかそういう子 動物とか鳥とか使うじゃないですかそこら辺どうでしたルナはしっくりきました最初から猫あの最初の方すごいちょっとツンツンしてる感じやったじゃないですかだからすごいあ猫っぽいなうそ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 いそう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 そそう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 そ これ「スパイダーマン」とかでも見たなとか思いながらテック担当としてずっと真面目に画面の前にいるっていうのはあまあでも猫って確かにパソコンの前とか結構来るもんなとか思いながらそういうので来てるんじゃないから猫 <laughs> 多分邪魔しに来てるんやろあれは一緒にいるためにらい、ね、かまってってねでもそこがなんか変化が。 すごい良かったですね。ルナは。うん,うんうん。可愛いで、ね、ルナ優秀ですよね。優秀優秀か、ね、かわい,いしね。今回そのまあ一部っていうんですかね。そこを読んでみて、本当に出だしと最後で全然違う物語になってるって感じません？そのウサギちゃんの成長もそうだし、まルナもそうだし。 んこんなにすごい展開があったんだっていうことに私は今回びっくりしましまたね最初の方1話完結っぽかったですもんねなんかこうモンスターみたいな、ね、まあ幽霊騒ぎみたいなのがあってやっぱ実はモンスターが後ろにいてみたいなでそれを倒すみたいな感じでしたけどなんかどんどん規模でかくなっていってそうん、うん、ねあ,あ月とかいけるんだっていやすごかったですねあれはお二人が「セーラー・モーン」を読むっていうのは 私としてはすごく斬新で嬉しかったんですけどイメージっていうか佐嶋さんは恋愛漫画に関するイメージ変わったとかあなんかイメージ変わったかどうか分かんないんですけど、うん、セーラームーンのこのうさぎとマモルの恋は、うんうん、恋っていうか,なんか愛はもうめちゃくちゃ押せるなと思って前世のみたいな話が出てきたあたりからえそうなんやみたいな。<laughs> <laughs> だからやっぱね、すごいの読んでるから、女の子って、やっぱ前世とか、占い行ったりとか、運命の出会いとか、<ー>やっぱ千葉守と出会いたいじゃないですか、<laughs> みんな、そうですね、その人の千葉守に出会いたいそうそそそうううん、確確かに確かににういうのを、だって、小学校、低学年から読んでるわけですから。ははははいはいはい、はい、いや確かになうん、うん プリンセス要素も入ってるわけですよディズニーも混じっちゃってるみたいな感じなのでううあもう私もこうなりたいこうなるのに違いないと思って生きるわけですから大変です大人になってから <laughs> <laughs> 僕大人になってから呼んだんで、まあ、どっちかというと見守る目線になっちゃったのかもしれないですけどでもなんかこう通勤中にちょうど呼んでて守、はい、がこうさぎを守ってちょっと死んじゃうみたいな水銀賞が初めてこうさぎ、はい、の涙からできるみたいな。 シんかウサギがこうなんかこんなことになるために生まれ変わってきたのみたいなこん生まれ変わってきたのにこんなこと、うん、こんな結末なのみたいな。 言ってたところらへんとかもう通勤中にめちゃくちゃ目頭熱くなりながら「いやほんまそうやんな」みたいな「<laughs> <laughs> なんで幸せにられへんのこんな生まれ変わってきたのにさ」みたいになってめちゃくちゃ入れ込んじゃってなんか<ー>ちょっと周りのね通勤客がもしちらっと佐島さんのスマホ見てたりして「あれ?」ってあれ本で読んでました <laughs> 僕あの のーペーパーホワイトってちょっとなんかデバイスで読んでたらそしたらそれをさチラッと見てさえセラーム見てこの人泣いてるって怖 <laughs> ってました、ね、<laughs> かもしれないですねかもしれないいやでもこれみんな泣くやろうと思いながら泣いてたあの辺りからのクライマックス感すごかったですねみわさん泣きました、うん、泣きはしなかったですね正直それは、うん、え何恋愛ものあんなに押してたのに。 いや違違うう恋愛ものは好きよセラムーンのも素敵やと思ったけどそこに関しては泣くまでは至らへんかったかなあもう恋愛の要素ではね第三の女みたいな出てこないしさ確かに元カノが忘れられないみたいな描写もないしそういうのなかったのが受け入れやすかったのかもしれないですねそうかもかもしれない出てきちゃうと僕出てくる系の恋愛ものをまあ呼んだり見たりとかすると いやもう目の前の愛に集中しろよってすげえ思っちゃう。じゃあもう完全に集中してるから <laughs> 受け入れられたんですね。そうなのかもしれないですね。うんうん、もしかしたら。ぜひ読んでいただきたいですね。皆さんにもね。ねめちゃくちゃ読んでもらいたいですね。うん、ていうか僕この後も読みますって感じなんですけど。うんうん 続きますか？あ嬉しいもう大変でした長いからこっからなんかねあの妻と話盛り上がったのが一番楽しかったかもしれない奥さんも好きなんですねあうなんかアニメとかずっと見てたし漫画も読んでたみたいな感じ僕が読み始めてからはあそこの描写漫画ではそうなってんねやみたいないや お宅屋ですいいねーお房いいね数年前にセーラームンミュージアムに行ったんですけど二<あ>年くらい前か1年前かなそこに行った理由がうん、うん、あのグッズが欲しいって思ってまたねセーラームのグッズが可愛かったんですよねうんうん、うん、僕あれ妻と付き合う前二回目のデートはい、はい、セーラーム運転行ったんですよへー、えー でそれ言われて思い出して、はい、当時、でもセーラームーン全然知らんかったから、はい、あーすごいビジュアル綺麗やなぐらいしか思ってなかったんですけどめちゃくちゃゃく悔やんでますね今そうですよね,そうですよねだから今度会ったらぜひ行ってほしいなと思うんですよ。まあ、でもセーラームーン展でもしかしたら泣いちゃうかもしれないですけどね。ちょっとざわつくかもしれない,いですよね。ご迷惑をおかけするかもしれない。もしかしかたら <laughs> <laughs> もうちょっと気持ち落ち着いてから行った方がいいかもしれないですねちょっとその時庭さ <laughs> 一緒に後ろからついていきましょうよ。 一緒に行ってる人だと思われたくないので後ろから泣いてるって <laughs> 実況中継しましょう僕ソロ,ソロで見てるのソそろそろそ奥さんと行って頂いてだいていす<ー>奥さんと二人で行ってかで、うん、なんかあの夫婦二人で泣いてるねっていうのを <laughs> 私と庭さんがそっと後ろから弾くっていうね <laughs>、うん、ここで今週は庭さんのリクエスト曲を流したいと思うんですけど「未成年の主張」っていう曲なんですけど。 はいまあ、そもそも僕結構このラジオを中学校の頃から聞いてて、うん、あのラジオに憧れがあったんですよ。お<ー>でなんかラジオ出てみたいなみたいな夢があったんですけどでこうバジャーさんに今,今回声かけてもらってで裏でちょっとお話ししたじゃないですか。うん、でその時全然僕気づいてなかったんですけど、うん、あれなんか夢叶ってるぞと思って。あ嬉しい <laughs> 完全に人の力で叶えてると思う。いやー嬉しい。いやさんの力よ。<laughs> 私もラジオが大好きっ子だったので中学生の時から。うんうん、だからうん、うん、多分同じような感じだと思うんですよね。夜中に聞いてたんですよね。多分、ね。聞いてました。聞いてました。はい、でなんで今回はちょっと僕が好きやったラジオ番組でのエンディングで流れてた曲が、うん、この未成年の主張って曲で。へー。 この曲が流れるとああなんか番組も終わりかみたいなちょっとまあ割と最近の番組なんですけど思い出があって、はい、まあ今回このラジオに出させてもらった嬉しい気持ちを込めて、うん、えこの曲リクエストしたいなと思いました、うん、ありがとうございますじゃあこれエンディングの近くで流そうと思いますあ,ありがとうございます <laughs>、はい、吉澤佳よこで未成年の視聴 本日のゲストは漫画760の佐じまさんと庭さんでしたありがとうございますありがとうございました,ましたえ、ただ来週もねお二人に出ていただこうと思ってまして <laughs> 実は佐じまさんはもう一つポッドキャスト番組やっていて、はい、映画の番組うん、うん、あれ見たという番組やっているのでちょっと来週は映画の話もしようかなということで、はい、ありがとうございます来週もお二人にご登場いただきますよろしくお願いしますよろしくお願いします ののザラジオそそろそろお別れの時間になりました今回はポッドキャスト番組「漫画760」のお二人とセーラームーンの話ができてとても楽しかったです。皆さんのセーラームーンの感想や思い出なんかもぜひお聞かせください。 メールアドレスは vaja.bss.jp すべて小文字で vaja.bss.jp です。バジャのザラジオもポッドキャストでも配信しております。毎週金曜日の夜7時頃配信しております。ポッドキャストでは過去回もすべてお聞きいただけますのでぜひそちらの方もチェックしてみてください。それではまた来週木曜日の夜9時に集合しましょう。バイバーイ。 新番組バジャのザラジオ大人が本気でふざけたりゲストを迎え本音で語る番組ですメールアドレスはすべて小文字で VAJA‐BSS.jp 日頃言いにくいあなたの本音聞かせてください BSS ラジオで毎週木曜夜9時から放送中